こんにちは、ハトです動画のご視聴ありがとうございます今日はレンチについてお話しさせていただきたいと思いますレンチってローマ時代からあったそうですウィキペディアで調べてまいりました旋盤が一般化する以前の時代はネジの規格が統一されていなかったために鍛冶屋さんによってネジのサイズはまちまちですからそれに使うレンチのサイズもまちまちだったんですってレンチをテーラーメイドで作る工具好きな私としてはこれなかなかかっこいいなと思ってしまいました使い勝手ものすごく悪そうですね さて本題に入ります。こちらのレンチとかスパナと言われる工具、今回お話しするのはこちら側、オープンエンドと言われるものについてお話しさせていただきます。どういった内容なのかと申しますと、この敬遠されがちなオープンエンドスパナ、最初のうちにぜひぜひコンビネーションレンチと合わせて、少なくとも1本皆様揃えていただきたいというお話になります。 さてこのオープンエンドレンチ、何に使うのかと申しますと、車ではタイロットの調整ですとかケーブルの調整、オートバイですとそれ以外にミラー調整などボックスレンチが使えない箇所に使います。もうちょっと便利なフレアナットレンチですとか、クローフットソケットというものもございますが、今回はそちらちょっと置いておいて、オープンエンドのお話しさせていただきます。ケーブル調整やミラー調整なんて、最初の整備にうってつけですから、比較的早い段階でオープンエンドレンチ使う工具になります。 そういった作業は大抵がダブルナットになっておりますので同じサイズですとか近いサイズのオープンエンドが2本必要になります。 最近のオートバイのミラーなんかは設計段階で近いサイズでのダブルナットつまり12、14ですとか14、17ミ、mm、リといったような設計がされていることが多いのでコンビネーションレンチ1セットお持ちであれば対応することができるのですがそうではない古い車では同じサイズでのダブルナットということなどもありコンビネーションレンチのセット1つだけでは対応することができませんしかし皆様最初のうちは工具をたくさん購入するのは費用的な負担から躊躇されるでしょう 片方はコンビネーションレンチ、もう片方はモンキーレンチで代用されること多いかなと思います。しかし私、経験上この作業おすすめいたしません。ちゃんとしたオープンエンドのレンチ、ぜひぜひ皆様、一本お持ちになることをここでお勧めさせていただきたいと思います。これなぜかと申しますと、ケーブル調整でのお話になるのですが、ケーブル調整に失敗をしてケーブル付属のナット、こちら痛めてしまいますとケーブルアセンブリーでの交換となってしまうからです。 ナットだけ交換するということができません。まあ厳密には太鼓外してロー付けし直せばできるのですが、なかなか費用がかかります。たった100円しないナットが壊れただけで、10倍以上の金額がかかってくることになります。ここで私の経験をお話しさせていただきますが、私がオートバイのメンテナンス始めた頃はホームセンターで見かけるような工具を使ってやっておりました。 コンビネーションレンチは持っておらず、モンキーレンチ2本を使って作業しておりました。まあその程度の工具でキャブセットまではできていましたので、工具の重要性など全く何も考えず整備作業を行っておりました。しかしとうとうやらかします。チョークワイヤーを外す時にモンキーレンチで回していたんですけれども、作業性の悪さから無理な力をかけてしまい、チョークワイヤーの樹脂部分を壊してしまいます。 なんだよって思いましたけれども仕方がないので新品注文して修理をしました。それで直せてしまったので私、少年の頃ですから工具の重要性を気にすることなどなく環境を変えずに整備作業を頑張りました。そしてついにスロットルワイヤーのナットも舐めてしまいます。これももうどうしようもないので注文しました。チョークワイヤーとスロットルワイヤー合わせて5000以上は支払ったように記憶しております。 この失敗は今回お勧めしておりますオープンエンドレンチさえ持っていれば防げた可能性の高い失敗でした。ケーブルアセンブリで購入しますとどんなケーブルでも安くても1000円はいたします。オートバイのスロットルワイヤーですと引き側、戻し側がセットで販売ということが多いので一本売りなどはあまりしてくれません。ですからスロットルワイヤーの場合調整に失敗すると最低2000 3円はかかります。 これまだ現行車だったから良かったものの旧車であったり外車になってくるとさらにお値段お高くなっていきます旧車ですとそもそも部品がございませんので作ることになりますし外車ですと新品が1万円超えることもザラにございますそれに引き換え今回紹介しているこちらのオープンレンチちゃんとしたものが1000円以下で手に入ります皆様にはぜひ1000円以下の投資をお選びいただきたく今回ご紹介させていただきました 今まままままでののおおお話、ま、とめめておきます続きましててきききすすすす続し製品の紹介をさせていただきます1つ目、トネさんのスパナ HPDS シリーズ。8×10 サイズで実売400円程度、12×14 ですと500円、2本買っても1000円以下で信頼の利根さん製品が手に入ります。整備始めて間もない方からプロの方まで十分実用に耐える製品だと思います。2つ目 アサヒさんの極薄スパナセット、八から二十一までの主要サイズの入った薄口のスパナのセットです。なんとこれだけの入り組みで千五百九十一円と大変リーズナブルな価格です。薄口のため確実な作業が多少難しくなってしまう可能性はございますが、大きなモンキーレンチで作業するよりもこちら使った方が良い結果となりそうです。続きまして同じくアサヒさんからライツール LEX シリーズ。 ミニ四駆世代には刺さるアイテムではないでしょうか。ごっそり肉抜きされた特徴のあるボディ、厚みも抑えられているのに実数規格強度は確保した素敵な工具です。1本およそ500円程度から入手可能です。車載工具にも向いており、個人的に大変おすすめの製品となっています。さて4つ目、ハゼットの 450N シリーズです。力の入れやすいハンドルにカッチリしたはめ合いが気持ちの良いハゼットのオープンエンドレンチになります。 一本700円から1300円で入手可能ですしかしこれサイズ展開が微妙で 8×9 ですとか 10×11 といったヨーロッパで主流のサイズ展開となりますしかし最近私これお気に入りでこればかり使っております最後にご紹介しますのはスナップオンのミジェットレンチになりますコンビネーションレンチの短いものです M5 程度のボルトでしたらこの全長でも作業は十分に可能です ケーブル調整作業では私、ダブルナットの押さえ側で使うことが多いです。可愛いサイズですのでアクセサリー感覚で購入される方もおられるようです。私は自転車のメンテナンス用にこの工具、真剣に考えて買ったのですが、実際使ってみると全く使えず、仕方なしにオートバイのケーブル調整専用工具となっております。これ値段がふざけてますのでおすすめ度はかなり低いのですが、面白い工具ですから紹介させていただきました。 これ1本およそ4000します。しかしなくさない限り、もしくは電気系でショートさせて焼いてしまわない限りは一生使えると思われる工具ですから、値段に目をつぶって購入されるのも良いかと思います。まとめます。ケーブル調整時の工具を原因とした失敗を防ぐため、オープンエンドレンチ、ぜひぜひ皆様1本揃えることをお勧めさせていただきたいです。ちゃんとしたものが1000円以下で購入可能ですから、ぜひ検討されてみてください。 最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。